まあ、こちらあれですかね、もうキムチとかも全部もおかわり。そうですね、ご飯と味噌汁はセルフでおかわりしてもらって、サラダとキムチは言ってもらったらおかわり持ってくる形。わかりました、あれ。以前もね、お伺いしたお店行きます。以前はね、夕方だったんですけど、今日はお昼のランチタイムやってきました。めちゃめちゃあの値段がね、安いっていうのを前回ランチ聞いたんで、ちょっと行ってみようかな。フランチだったりとか、あの下がり定食とか、あ、その中でも700円台、税込み入れても700円とか770円とか869円とかなんですけど、そのどうしようかな、ちょっとあのビジネスマンにはお手頃なトリトン定食を。トリトンで、はい、はい、これもご飯とか味噌汁はセルフ。そうです、あの全部ワンセットついてくるんで、あのおかわりはこっちでやってもらう形になる。わかりました、ありがとうございます。ちょっと火つけて。あ、はい、ありがとうございます。もうこちらあれですかね、もうキムチとかも全部もうおかわり。そうですね、ご飯と味噌汁はセルフでおかわりしてもらって、サラダとキムチは言ってもらったらおかわり持ってくる形。わかりました、ありがとうございます、はい。
おかわりお願いします。あ、すみません。ちょうどこのね横に、
茨城線が通ってるということで、値段もね結構安くていいんですけど、まあ、店員さん一人でね昼間はやられてるんで、まあ一人でなんで、まあ、この価格がね実現できるということで、一人焼肉されてる人もね結構いましたね。いや本当にあのおすすめのお店なんで行ってみてください。味噌だれが個人的にはすごいいいかなと思います。ぜひ行ってみてください。